こういうふうな樹木の樹脂が流れ出して土の中に入り化石化したものが琥珀になります。クジノ琥珀は世界で一番古くて今から約8500万年前の琥珀になります。まあ、基本的に琥珀って土の中に埋まっていますので、まあ、表面にこういうふうに土とか石とかが固まって最初ついていまして、それを削り取ってやっと琥珀が顔を出してきます。まず琥珀はプラスチックより軽いというところが特徴になります。でこういうふうに塩水に浮くぐらいとても軽いところにが特徴になります。琥珀の主成分の約 80% が炭素で、10% が水素、あと残りの 10% が酸素となっています。こちらから世界最古の琥珀が取れます。世界で一番古い琥珀が取れます。であとは、恐竜の化石ですねとかも実際に見つかっていますし、他にも、ワニとかサメ、カメというさまざまな生き物の化石も発見されていますので、琥珀と化石両方狙いながら、掘っていただきたいと思います。あ、取れた取れた。くじのいいもの、くじ良品。